ユニコーンオーバーロード、指揮官の手引き、探索の心得編。殿下、我々は帝国の支配するこの世界を救うため、大陸各地を解放していかねばなりません。そのために必要なことを私が伝授いたしましょう。ああ、まだまだわからないことだらけだ。よろしく頼む。では、今回は解放軍としての活動の要、フィールドの探索についてご説明いたします。この大陸は、もともと5つの国家に分かたれていたほどの広さを持っております。その広大な世界をめぐり、我々は帝国と戦うための力をつけていく必要があるのです。なるほど。ならば拠点に近い場所から進めていくのがいいだろうか。もちろん堅実な進め方がよろしければ、それも一つの手でしょう。ですが、どこへ向かい何をなすかは殿下次第です。順序や手段にとらわれず、この大陸を自由に駆け巡ってみましょう。世界を巡り歩いていれば、クエストが発生することがあります。困りごとを抱えた者に出会ったり、盗賊に行く手を阻まれたりなど、様々な出来事が起こるでしょう。クエストが発生すると、ステージに挑むことができ、クリアすれば報酬を得られます。時には仲間に加わる者もいることでしょう。それは心強いな。ならば積極的に解決したいところだ。ええ、それがよろしいかと。クエストは一度発生すればリストに登録されますので、もしも挑んでみて難しければ後回しにするのも良いでしょう。大陸には多くの町があり、それらのほとんどは帝国によって支配されております。我ら解放軍の手によって、圧政に苦しむ町や砦を解放いたしましょう。そうすれば我々もそれらの施設を使えるようになります。周囲の敵が少なくなれば探索も行いやすくなりそうだ。しかし帝国の支配のせいで荒れてしまった町もあるようだが。その場合は資材を納品することで町を復興させることができます。しかも城塞都市のような大きな町を復興すれば、宿屋が追加され、いろんな料理を楽しむこともできるようですな。これは美味しそうだ。しっかり英気を養っていこう。他にも採取や敵との遭遇戦など、フィールドでできることはたくさんあります。気になるところがあれば立ち寄ってみましょう。ありがとう、ジョセフ。おかげで解放軍としてやるべきことがつかめた。殿下のお力になれて何よりです。次回は仲間との交流について解説いたしますので、お楽しみに。ユニコーンオーバーロードは2024年3月8日発売。ご予約お待ちしております。